私は小学生の頃から絵を描くのが好きでした。チラシの裏や大学ノートを見つけては憧れの女の子を描き、だんだんと物語を作るのが好きになって少女漫画を描くようにもなりました。その延長か大学に入ってからも女の子を中心にカラフルな色彩を加えて表現していくようになりました。私にとって女の子の存在は憧れであり、自身の分身のようなものでもありました。大学院に入ると作品は一転していきます。動物や植物を生きた線で描くことに目を向けるようになりました。それは女の子の物語を描くというよりも、お客さんに世界の中心になってほしいと思うようになったからです。描くことで自分の表現する世界を体感させる、それができることに感動していきました。そして迎えた2011年の春、大学院の卒業と同時に私は大蔵院北条襖絵プロジェクトの絵師に抜擢されました。動物や植物、生きた線で描くということは、私が絵師になる前もなってからも自身の表現に大切に取り込んできたものでした。けれど何が一番変化したかというと、その自分が描きたいと思う自然に対して見つめ方、感じ方、触れ合い方が変化していったのです。絵師になるための条件の中には、ただ絵が描ければいいというわけではなく、お寺への住み込みや禅の修行の経験など厳しい条件も含まれておりました。私の今の生活は、毎朝6時半から2、3時間かけて和尚さんたちと一緒にお庭のお掃除をしています。そのずっと続いているお庭のお掃除の中では、たくさんの発見がありました。春になるとこのしだれ桜が私たちを迎えてくれます。そしてボタン、藤、紫陽花とそれぞれが華やぐ瞬間をどんどんとバトンパスしていきます。そしてこのしだれ桜一本を見てみても、春にはこのピンク色を、夏には緑を生い茂らせて、秋には葉を黄色く染めて、地面にハラハラと落ちてゆきます。そして冬には雪をどっしりと抱えて、そこにじっと立っています。私は植物がこんなにも表情を変えながら立つことをそれまで知りませんでした。年に2回各1週間ずつ経験してきた禅の修行では、静岡県の龍卓寺というお寺に行き、毎朝3時半から1時間の読経、サム、それ以外のほとんどは夜の9時まで座禅三昧です。この静かなお堂の中では、障子も開けっぱなしで、感じるのは冷たい風や空気、聞こえてくる鳥のさえずりや雨の音、堂内に降り注ぐ日光の光です。それはお寺という空間にいるにもかかわらず、まるで自然の中に身を投じているような気持ちになりました。私は絵師になる前まで生の自然と触れ合うことはほとんどありませんでした。同じように自然を描きたいと思ったとしても、ただパソコンのキーを触るだけでした。情報があふれている現代であれば、何かを検索していくうちに自分が描きたいと思えるモチーフに出会えるような気がしていたんです。そして出会ったとしても、その美しさを受け止めようとするのではなく、例えば花びらを過剰に描くなどをして、自身の独自性を盛り込もうとしていました。けれどお寺での生活から、五感で感じていく自然そのものの美しさに私は気がついてしまいました。朝露を抱く花の姿も、光を受け止める花の姿も、どれも本当に美しくて、
私はその自分が見つけた小さなきらめきを書き留めておきたくてしょうがなくなりました。書いて書いて書いていました。それはまるで道脇に咲いている花や草や隠れる虫たちに初めて目を向けて、それが気になってしょうがなくて、そこにじっと佇み、ずっとスケッチしているような感覚でした。でもそうしているうちに、どんどんと人は通り過ぎ、情報は毎日更新されていくことを感じては不安になることもありました。自分だけがそこにただ取り残されていくんじゃないかって。私は今流行りの服も歌もニュースもよく分かりませんけれど、振り返ってみた時に気がつきました。その私が描いてきたスケッチブックの中にはたくさんの愛すべきものが詰まっているんじゃないかって。自然に寄り添い生きていくということは大切なことを私に教えてくれました。生きとし生けるものは日々表情を変え移ろいっているということ、そしてその中には生も死も含まれていて、それがつながって今があるということも、それは私にとってとても尊い経験でした。人は何かを知り気づきを得た分だけ、自分の道のりに彩りを与える可能性を持っていると思います。そしてその可能性を自分の道にどう生かし、どう耕していくかはきっと自分次第です。その道を愛せるかどうかも。皆さんは今どんな場所に立ち、何を見つめていますか？私が初めてその自然の美しさに気がついた時のように、これまで見なかったものにちゃんと目を向けてみると、そこには新しい景色が広がっているのかもしれません。自身の歩みを信じたり愛したり突き進んでいくということは決して簡単なことではありません。そこには誰しもが不安や恐れや恐怖を伴ってくると思いますけれど、そのすべてを取っ払って、そして全部抱きしめて生きていく力も私たち自身の中にきっと備わっていると思います。私はそう信じて生きていきたい。ありがとうございました。